パクゲーピヨー、すいませんね、本当にね。ノラちゃんのヤッピーポーズをただやる。さあ、今回は何ですか、これは。はい、今回も、はい、3本勝負ガチホコ編。出たー、すいません、ちょっと声裏返りましたけど、はい、ガチホコ編っつってんの。ガチホコ編の3本。ガチポコですね、ガチポコ。あ、やめてください。人の傷をえぐるような発言はやめてください。わ、はいはい、かりました。噂によると、YouTuber の方の悪口よろしく頼む。一応今回のまあ3本勝負、はい、あの前回と一緒で、はい、3連勝全勝したら出た、箱根温泉配信。もうこれ箱根行けないと思って言ってません？言ってます。箱根、はい、ぜひゲットしていただきたい、はい、で負け越したら何かしらのちょっと暴露とか、はい、まあ、もしくは塚地さんに手料理。これはまだ残ってます。いやいやいや、嫌ですよ。2人のやっぱり仲の良さっていうのをやっぱ世間に知らしめたいと私は思ってますので。確かに悪いコンビいっぱいいますからね、仲の悪いコンビは。まあ、ちょっとそんなルールで、はい、今度はガチホコをやっていきたいなと。わかりました、ガチホコ。縁側河川敷は、はい、あそこにあります。まあ、大きく2つルート、はい、まあ、3つあるんですけど、はい、ここからホコ持っていくのは、はい、もうほぼほぼないとお考えください。あの持ってきてるの見たことないです、ここから、はい、敵を刺しに行く、はい、ホコは持たずに、はい、ルートとしてはあの使うこともありますけど、はい、ホコのルートではないので。なるほど、裏取りのルートだっていうことですね。そうですね。で、はい、この真ん中のルートですよね、はい、まずは、まあ、タイミングによって、はい、この右高台っていうんですか、ここに敵がいなければ、はい、もう正面グーッとタイミング見ていっちゃってもこのまま一気に突っ切る、はいはい、カウントがやっぱ一番縮みやすいのは、はい、そのルートなんで。なるほど、タイミング良ければ直線距離ですね、これね、はい、安定感ある感じで狙っていくなら、はい、左の奥です。左の奥っていうとこっちですか？そっちです、そっち側から攻めていく、はい、でこの辺で矛を打ちながら、はいはい、その木を伺うというか。なるほど、この上とかに、はい、ここら辺とか絶対守りに来ると思うんで、この辺に打って、はい、嫌がらせしたりとか。なるほど、しつつ、はい、でタイミング的にいけるなと思ったら、はい、ぐーっといって、はい、ここです、こっち、ここ、ここ行って上がって、はいはい、そのまま上、このままゴールと、はい、この辺が多分安定感のあるルートだと思います。なるほど、こんな方向から来たことねえな俺。まあ正直歩行を下げてきたところはあるんですね、はい、なんで下げてきたか分かります？分かんないです。まずこうなって、はい、これこうなるじゃないですか、はい、こうなって、はい、爆発しますよね、はい、持ちますよね、はい、普通だったら歩行しょってこうするでしょ。はいはいはい、ね、はい、私ね必ずこうなるんです。アマコン使ってんな。え、わかりますか、アマコン使ってるなこれ。連射のなってるからもうこれこうなっちゃうんですよ。敵は倒せない、歩行持てないから。歩行は本当にやらないで言いました。何やってんすかマジで。あと守りっすね、はい、守り、この縁側河川敷の守りが強いのは、はいはい、そのある程度カウント取れたら、はい、この辺りに矛持ってっちゃって、はい、ここから近づいてくる敵に矛所を打ちまくる、はい、ここ結構安全地帯ゾーンですね。へえ、知らなかった。なるほど、これは強いし、はい、だるいです、敵からしたら。されると、されると。なるほど、勝者手が2人ですね、向こうは。あ、素晴らしいチェック、はい、こっち勝者手が、まあ、ボトルがちょっと長いかなぐらい、 ぐらいですかね、はい、一番長いのはジェットスイーパーですね、はい、はい、さあローラーがやられて、ローラーやられましたか、早いな。あ、でも向こうも1人やられ、裏から回ってきてますね、これね、多分ね。あ、やっつけてくれてる。
いや、ボトルガイザーやられたな。あそこにいいんだ。ちょっとね、相手があそこに立ってないですから、あともう一人増えた時にこっち側にいなければって言ってましたよね。だからいるから、あー、イカレだせっかく守ろうと思ったのに上からさあ3人やってジェットスイーパーだけ。ちょっとこれ取って逃げちゃった方がいいですよね。これ落ちらない。全然前行っちゃっていいんじゃないですか。前行っちゃっていいですか。はい、ごめんなさい。一応ね、中央に戻しちゃいました。怖いとこだったんで、はい、わざわざ。あと俺あの早いですから、振ったんですから。確かに割らないですね、こっち側は。対物ですね。まあローラーとボトルはあんまり割る感じでもなさそうですね。はい、はい、いや、色塗られまくり。はい、これは面白いですね。はい、あと赤ザップ。さあ割りました。あの矛をどれだけゴール近くまで持っていけるかな。だこっちやられますね。大丈夫か、なくなりそう。うわー、やられた。あ、でも誰か当たった。ありがたい。あ、矛止まってみたいに。よし、こっちの方はやっぱ負担分早いですね。ですね。はい、ダメか、向こうスペシャル。こっち早いな、亡くなる方。あの人がさっきから亡くなるのが早いんだな丁寧なんだか何なんだかよし、スペシャル。さっきはこれやられんだよ。ほら、せいだ。ただ結構前突っ張ってくれてるので。はい、うわー、やられた。さあ、ザップにやばい、相手来るぞ。3落ち。ローラーはもう前しか見てないので。ローラーちょっと離れちゃって大変だな、あの人。やばい、ね、ちょっとあのルートだ。まあやっぱこのルートが来ますね。知ってんのか。 B ですよこれ、 B 隊。いやーでも強い。前にローラーがしっかりキルを入れてくれてるんで。はい、よし、こっちこっち。いないから、そこいないから、ほら、いないから、そこ。おい、スペシャル、ほら、こっち、このルート、これ、カモン、してあげた方がいい。カモン、ほら、カモン、カモン。あー、やられちゃったか。俺が見てなかったからいけないのかな。一人潜んでますね。俺のせいかな。しょうがないか、行っちゃったもん。もう終わったことだし。取っちゃっていいんじゃない。あー、でもあそこにいるのか。そこにいる。こっち側こうやったらどう。ダメかな。いけいけいけ。今度そっち側も行く。あ、どいたどいた。どいてこっち側に進んじゃうっていうのはどう。ダメかな。やばい、ごめん。よし、来てたんだ。さあ2対2。よし、いっちゃえ。これはもういっちゃうでしょう。ほら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 。ダメか、5秒。やべ、ないか。いけ。あ、よくなかったですか今。持ってた方がよかった。まあ、もまあ持ってた方が良かったかもしれないですね、残り時間的になるほどね。はい、でみんなが来るの待つ。はい、みんなが来るの待ってワンチャンって感じだったかもしれないですね。なるほど。何でした敗因は。敗因はまあもうちょっと前に出たい出ました、悪い癖が。そうっすね、ちょっと保守的な政治でもなんだよ、ちょっと保守的なのが好きなんですね
まあまあ武器的にもまあそこまでじゃあ前に出られるかっていうと、はい、そういうものでもないんで、はい、なるほど。じゃあなんか武器変えましょう。やっぱこの雑魚あたりはやっぱこれ効くんですよね。クラブラこれしましょう。はい、影からこれを打つと、んでダメだとしても相手に手負いにさせるという、はい、さっきので言うとローラーが、はい、結構前にこう突っ跳ねるタイプだったので、はい、そこに一緒にこう加勢して、なるほど、サポートしてあげられたらよかったかなって感じは。なるほど、はい、全そういうの気づかないわあいつ言ってんなと思いながら行ってたら一緒に行っちゃえばいいんですね。一緒に行ってあげた方がいいかもしれないです。幻の1180ですよ。行きましょう、はい、これだ、誰か前に出るんだったら一緒に行くけど、どうだ。とにかく初め終わった方がいいですもんね。そうっすね。はい、終わりました。出た。あ、こういうことありますよね、一緒に出ようと思ったら、まあ、そうっすね。さあ、で後ろから一人刺しに行ってます。一人刺しに行ってます。あ、本当だ、わかった。はい、ありがとう。で、手前を処理したいですね。はい、ありがとう。へへ、バカバカ口悪い。さあ、96ガロンが、スペシャルが溜まってる状態です。相手の、はい、相手の96ガロンっつうのはアーマーですね。アーマーですか、はい、スペシャル。よし、あれ取られ、どこ行っちゃった味方の、どこ行っちゃった味方。ああいるね。はい、ナイス。どこの味方、いたいた、そこか。多分追い詰められてあそこまで行っちゃった。なるほど、よし、全員捕らえた。割った方が良かったのかな、いて。よし、刺さった。やっぱこれ、あいつ連射を使ってねえか。いや、使ってないです。どこでいるはずだ、相手。いますね。今これは俺の方が絶対有利だ。あ、これここ持ってくんじゃないですか、みたいな。よし、ほらほらほら、リードした。ナイス。これは味方の矛持ちが、はい、タイミング最高です。なるほど。さあ、で2人危ない。やられていて。はい、よっしゃ。やっぱクラブラ生き生きしてますね。はい、もうね、あの影に隠れながらやるっていう行為がやっぱり向いてますね僕に。正面切って戦わないという。上に来てるかなこれ。来てるわ、上にいたんだ。これちょっとここ隠れて。さあ、こちらのチームの寿司が海鮮落ちました。それこれで俺負けたっつうのすげえ嫌なんですけど、これはさすがに OK じゃないですか。ただ今16カウント死守すればいいので、ここは勝てますよ。厳しいルールですね。ここは勝てます。ここを止めればいいので。勝てます、勝てます。よっしゃ。あ、ナイス、2キル3キル。あとはいけ、あの技だ、あの技。バカ、お前俺だよ、知ってんだから。俺、お前あの技俺知ってんだから。あー、そっちじゃない。違うんだよ。俺あの技知ってんだが、川田さんに教えてもらってなくなっちゃった。したらあそこでもう粘ったのに。そうですね、粘り、これ強いと思います。粘れたら、ほら奪われちゃったよ。ここでも守ろう。もうここにいるっていうだけでも嫌でしょ、ほらね。
素晴らしい。三落ち。あと赤ザップが強いますね。よし、ちょっとあの技やりましょう。せっかく習った技。さあこっちで籠城。籠城。46秒。これはですね、強いんです。では。とはいえです。とはいえ、味方がやっぱり あそこからもチャージは守りやすいですし。なるほど。いいってことですね、これ。いいです。あの位置に矛あるのはちょっと敵からするときついですね。狙い通り。うわー、やっちゃった。惜しい。さあ、だいぶ時間は使えて、残り10秒。2人落ちてる。2人落ちました。あとはでもこれ止めるだけ。焦らず焦らず。こっち来てる、こっち来てる。止めよ。やばい。雑魚あたりはやっぱこれ効くんですよね。1180ですよ。おいよりと。へへ、バカバカ。うそー、落ちてる、2人落ちてるってすごくないですか。マジで、おい、マジかよ、これはひどいよ。これひどくないですか、今の。これはちょっとさすがにあれなので、はい、これは傍観でございます。ありがたい。さすがにあれ、ユッティさんの、本当だ。やってんのかな、ユッティ。呼び捨て。先輩ですね。まあ実力的には可愛い後輩みたいなもんですからね。やめてください。ああ、やられた。惜しい。ただ味方がカバー。ああ、当たるかな。相打ち、はい。でも相手取ってないですね。そうですね。ここは取られてないので、さすが B 隊ですよ。まだ来た。これ来られると厄介だな、はい、ね、あー、やべえ、やられた。裏取り本当に多いですね。裏取りが多いんですよ、これ。さあ、ここの位置は あそこですね。ここか、こっち側から来るか。ここじゃあ立たない方がいいのか。ここ狙ったりあれ狙ったりとか言ってたから。うわー、やられた。いやー、降りたくなかったかもです、今のは。なるほど、はい。上から迎撃。上から迎撃ですね、やっぱり。もう強いんで、クラブラなんて言っても上から迎撃されたら。はい、よっしゃ、ナイスナイス。これで一旦止まりますね。はい、プライムだけ。もう32まで来てますけども、ただこのステージは結構取り返しやすいですね。ちょっとお前たち、これほら危ないからさ、行っちゃいます、このルート。そのルートはマジでやばいっす。やばいですか。もう泥沼です、そこ。なるほど、はい。で、泥沼に置いちゃったのかな、今。あ、まあ大丈夫ですか、まだ戻してる途中で、はい。ここはマジで泥沼です。来る直接ですね。ナイス、しっかりとね、止めて、で今たくさんだけ、ナイス。さあ、寿司がどこだ、正面。なんか当たんなかった、どういうの。さあ、寿司と、スパッタリが正面にいますね、あの、はい。さあ、味方がナイス。あー、惜しい。これはいいぞ。これは引かざるを得ない。ちょっと行かなきゃいけないからね。あと、あいつだけ、こいつだけ倒れれば。よし、やりました。行きましょう。1回オールが入りまして、もう直で行けんなら行っちゃおう。来い。多分上から守ってますかね、これ。うん、ナイスナイス。まだ続きますね。わ、クラブラ同士の、うわー。いけ、
クラブラ正面だったら激弱。分かってますね、やっぱり。はい、あー、飛べなかった。今のやれてたらあれでした。あ、飛びました。あれ相手どっち、あっちか。うわー、やっちゃった。さあ、足を取られて32カウントのまま。32上がってきてるので、カバーして、バカタレが。でもやっぱりあの敵もあれですね、はい、上のやっぱりこのハイドラを取りに行きますね。そうですね、これ取っちゃっていいですか。じゃ あ、 さあ取っちゃいましょう。もう危ないですもんね、こんなとこあっても。で、これ左からユッティについてきますか。ユッティ来てるよ、ほらユッティ来てる。欲しい。ユッティもやられてます。いやー、3落ち。こっちなんか俺が弱いのかな。いるチーム弱いよな。よしよしよし。では惜しい。よし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 。なるほど。でもまあ言われた通りにしたら強いな。さあ残り30秒。ちょっとさあ、じゃあ取って取って、はい、いる。に行きましょう。いやー、やられた。さっきからこいつ大丈夫です。味方がカバーしてくれてます。いけ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 。もうさっきから本当に。さあ残り15秒。これ割らないと。よし、これ割りましょう。ああ、オール入りましたね。よし、いっちゃえ。でこれは一回どうします。いっちゃいます。わあ、いった。いやー、ダメ。そうですね、これは一回貯めた方が良かった。貯めた方が良かったっす。なんか最後だからいけるんじゃねえかと思っちゃって。こんだけいってんのに。こんだけいってんのに。いや、マジで難しい。なんでだろうな。1230ですか。1230。あんま見たことない数字。こう最弱じゃないですか、芸能界。芸能界2000時間超えプレイヤーの中で、はい、来てる。いや、まあ、あとは多分毎日やったらまた違うんでしょうけど、まあそういうわけにもいかないじゃないですか。はい、はい、もう来ちゃった。ここを立ってね、ここからね。はいはい、お疲れです。さあ島根だけ残っていて、あれ、いない。向こうだ。そうですね、みんな取りに来なかったんだ。さあだいぶ正面からリードした。ああ、でもチャーがその位置に立ってるってことは結構いい判断でしたね、今。はい、味方。どうしたらいいんだろう。うわぁ、相打ちなら全然大丈夫です。さあ、ちょっかい出しにいってる。さあ、やべえ、来てるぞ、向こう。あ、そうっすね、知ってんだ、あのルート。やっぱ、こっちから行くの安定ルートですね。さあ、降りちゃうと。いやぁ、ダメですか、降りない。まずいです、今のタイミング。渡っちゃいそうでしたよ、こいつがいたんだ、ここに。もう31カウント取ってるんで、やっぱ手前の敵をやっぱ倒してからじゃないと。そうなんだ、難しい。難しいですね。こっちはナイス。ここ上からだ。上から下にいるだろう。そうですね、上がってきたいですね。うわー、来てる。さあこのタイミング来るけど、左から多分あそこ上がってくるのかな。ここ下がっちゃいけないのね。はい、はい、上からです。上から上から。じゃあ誰か止めろ。
あそこ上からやるか。理想はもう、あ、そうですね、そういうのもありますね。はい、はいはいはい、二人引いてますね。あ、ただ二人手前がやられてるんで、あれ絶対取りに行きます。で、上がろうとします。スペシャルで、あ、矛下がってくれてますね。よしよしよし、これは今のはラッキー、あー、ラッキーですけど、やばい、入っちゃったんで非常にまずいです。あなんでこんなにもうダメなのかなもうあれ、げんなりだよ。全敗全敗、なんで？すげえ弱いですね。こんなはずでは。俺が毎回やってて負けるってことは俺が悪いんですもんね。まああんまり、はい、よくはないです。言いたくはないんですけど、はい、そういうことになりますよね。難しい。まあ難しいっすよね。この矛の押し引きとか。タイミングとか。そうですね。なんでかな。本当にこのゲーム向いてないよな。俺。へこんでる。へこむこれ。半年はやらない案件です。これは。卓ゲーだからやってますけど。どうしても勝てない。どうしても勝てない。トンネルから抜けられるようにちょっとやっていきましょう。そうですね。はい。まあこの番組をね。はい。見ていいなと思うわけねえか。とにかく登録、それとあとなんだ、高評価つけねえか。つけて登録だけでも、まあ、いい登録ね、低評価でもいいから、うん、低評価でもいいからせめて登録だけでも。登録、そうじゃないと、はい、ゲームもうまくいってない、はい、登録者もいいねもないだからもうオクラなんですよねこれ。オクラですよ本当に。しょうがない、ありのままも、ありのままをリアリティショーですからね。はい、はい、ということでぜひぜひ皆さんお願いします。お願いします。また次回よければ、これでほら切る人もいるから、はい、本当の最後の最後プチこうね終わる寸前になんか言いますよ俺。なんかキーワードください。そしたらなんか言いますよ最後。キーワード、はい、なんか昔モデルと付き合ってた。ええー。